11月18日月曜日、突然の雨。もう失敗した。おろしたてのキャメルの革靴、早く履いてみたくって予報も見ずに出かけたけれど、やっぱり春まで我慢するべきだった。シミができませんように。この時期にやらかす失敗は余計に応える。冷たくなってきた空気が心を曇らせたままにするみたい。ああ、こんな時お腹が空いたままじゃ気持ちはますます凍えていく。じゃがいもが残ってたのと、そうだ、牛乳がやばかったはず。こんな日はグラタンかな。そして使い切れなかったネギ。いい匂い。じゃがいもは薄切りにしたら重ねて太めの千切りに。ネギは芯と皮を切り分けて別々にすると刻みやすい。味を想像すると料理のイメージが膨らんでいく。どこまでも膨らむイメージに追いつくように手を動かし続ける。油を引いてじゃがいもを炒める。あえて水にはさらさずに。こうするとでんぷんが溶け出してソースがねばっと出来上がる。小麦粉はなくても大丈夫。大切に見えるものを抜いても案外気づかれない。割り切りも時には必要。牛乳と塩と鶏ガラスープを入れて、ほらほら、ここでネギと追加の牛乳を入れる。さらりとしないホワイトソースの出来上がり。どうだ。チーズに焼き色がつくまで15分。いい感じに焼き上がってくれよ。ときめいたものだけに囲まれて暮らせば、そこがお城になる。昔見た映画の受け入れだけど、真似したらこの 2DK の団地の部屋は本当に私のお城になった。大人には割り切りが肝心。シミが残った靴なんて誰も見てはいない。気にしてるのは自分だけ。それでも大人になるのは外の世界だけ。この部屋に戻ればわがままいっぱいの王様ですから。とはいえ、本当の王様ではないので、自分で何でも手入れして大切に使っていかなきゃね。この木べらも、フライパンも、かわいい私の民である。
いただきます。いつの間にか雨は止んでいた。失敗は自分のせいとは限らない。気まぐれな意地悪でうまくいかない日もだいぶあるけど、たとえシミができたとしても、白旅グラタンの温かさがよみがえる。そしたら、私はこの靴のことをもっと好きになるんだ。この城の王様は、往生際が悪いので。次の話も気になる方はチャンネル登録を。